野球プエルトリコ代表は、アメリカの自治領でもあるプエルトリコにおける野球のナショナルチームである。1951年のワールドカップでは優勝しており、準優勝4回、3位入賞も4回ある。オリンピックは公開競技の1988年、ソウルオリンピックでは準決勝でアメリカに敗れたが、3位決定戦で韓国を下した。 正式競技では1992年バルセロナオリンピックに出場経験があるが5位であった。ちなみにこの時は開催国スペインに敗れている。2006年の第1回 WBC では1次リーグでキューバを倒すなどしたが2次リーグで同じキューバに敗れるなどしてベスト8止まりであった。2009年の第2回 WBC では2次ラウンドで アメリカを倒したが敗者復活戦で再びアメリカと対戦して敗れて前回同様ベスト8止まりであった2013年の第3回 WBC では1次ラウンドでベネズエラ2次ラウンドでアメリカ準決勝で日本などの優勝候補を破り初の決勝に進出決勝ではドミニカ共和国に敗れるものの初の準優勝と躍進した2017年の 第4回 WBC では、1次ラウンドでベネズエラ、2次ラウンドでドミニカ共和国とアメリカ合衆国、準決勝でオランダなどの強豪国を破り、2大会連続で決勝に進出した。決勝ではアメリカに破れ悲願の初優勝とは、ならなかったが、2大会連続で準優勝という好結果を残した。1973年には国際連盟が分裂したため、 二回行われている。ありがとうございます。